あなたが後手です。対局開始。どうもガオです。お願いします。ということで今日も将棋を打つ自分将棋やっていきましょう。というわけで相手が振り飛車っぽいですね。よし、エルモ行きましょう。まあこれで4五歩って仕掛けてくるパターンもあるとは思うんですけど、まあその辺はまあおいおいやってきたらまた考えるってことで、右四間飛車エルモに組んでいこうかなっていうふうに思います。まあこの辺はまあいつも通りやっていく感じになっていくんですけど、まあ、一応8重もね受けておいて、でここでまあエルモだなっていうのが相手に伝わると思うのですいません。で一応そうですね、3六歩から3七桂跳ねて2五桂跳ねていくっていう感じになってくるんですが、さてどうするかな。まあ、相手の形がまだ、4三銀型ってことで、まあ、5四銀に上がってくるかどうかっていうところもあるんですけど、まあ、これ一回端歩ついといてね、3七桂跳ねた時に1五角っていう手をなくすっていう意味があります。というわけで、まあ、これは桂はポンと跳ねといて、でどうするのかな。まあ、3五歩同歩3二飛車ってやってくる人もたまにいるんですけど、そういいのかなそれって、うん、はい、これだったらちょっと一手待ちたいですね。はい、一回引いといて、で7四歩とか6三金とかやらせてから4五歩行きたいかなってところですね。で7四歩ついてくれれば8六桂とかの傷もできるし、6三金だったら7五桂の傷もできるってことで、ここで行きたいですね。はい、でこれ行って2四角に4五歩って感じですかね。うん、まあここでは2四角って上がってくるのが普通かなと思います。お、引くんだ。まあ一応これついてしまって、あ、そういう感じか。1、2、3、4、どうしようかな。角出てトン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 、まあいいか、とりあえず取りますか。ちょっとね、あんまよく分かってないんですけど、これとりあえず銀ぶつけてどうなの。これ銀ぶつけて、同銀同飛車だったら4三銀の打ち込みと、あと2五飛車って手もあるんで、それを狙いにいければなっていうところですかね。はい、これで、はい、これで飛車がさばけそう。桂跳ね、桂跳ねは歩成り同金5、6、ないか。まあ一回引いといて、ここ分かんない、どこだか分かんない、これでいいか。でまあ4三銀の打ち込みがあるんで桂打ち2、3、これすごい手だな。ちょっと待って、分かんない、6、7、8、9、あ、ちょっと間違えた、2、3、4とと思った。2、3、4、ちょっと待って、これはひどい。まあひどいけど、まあいいやこの打ちひどい。まあ一応これでね、どうしようかな。これでまあ一応4三歩成同金に3三歩成って感じですか。で銀打ちはこれ取る手が先手になるんで、同角は4五飛車があるんで、でまあ4の銀って勢い、そうですね、やるしかないっていうことなんですけど、2二取るかどうするか。まあこっち取りますか。さすがに飛車取るのかな。いや角取って歩成り、まあいいか、ちょっと取っといてしまって、で、どっから歩打つんだろう、どっから、ここから2一から打っといて、で、歩なり、あ、まずい、間違えた。まあいいか、よくねえな、まあいいか、よくねえな、まあいいか、一応なんといて、同金に、5二なんのかな、いや、ちょっと間違えたな、これ。5、6、一回角なっといて、馬作って、で、1二馬から、なんか、6三香とか、打ってきますか。ほんと間違えた、これ。これひどいな。これひどいな。まあいいか。はい。で、これで、まあ銀取ってきて、同金に、まあ角ぶった切ってくるんでしょう。それやられてちょっと苦しいかなっていう感じもするんですけど、まあ切られて5九銀とか絡まれといて、ちょっと嫌な感じがするんですけどね。いや、間違えたな、これな。ひどいな。ちょっと2四銀ひどいな。まあいいか。で、これで、銀打ちに馬引いて、粘りに行くって感じですか。まあ、自陣に馬が引ければかなり硬くなるん で、ここで飛車下ろしてくるんじゃないですかね。あ、単純に取るんだ。これ、銅の形が硬いんで、で次、8四桂とか打っていければなっていうところですかね。まあ、8四桂打てば 1枚銀使わせられるんで、これ1回打ちたいかな。まあ、強打ちも、歩打ちもあるけど、まあ、1回打つか。1回、どっちから、こっちから、分かんなかった。今、8四、8六馬っていう出る手を残したかったんですけど、果たしてよかったかどうかっていうのは微妙なところなんですよね。なんで銀打ってくれて、でここで3、まあ一回歩受けとくか。まあどうせ5七金って打ってくる手だったと思うんで、でここで飛車下ろす手に対関しては5九香とか打てるかなって思うんですけど、1、2、3、4、5、うん、金があればな、4九金って打つんだけど、4九銀打つと3九成られてちょっとやばいかなっていう感じですかね。で一応これで6三銀が打てれば、6三銀打ってもあれかな。まあこれで一応銀で打っときますか。
ここまで打っとけばとりあえず次に6三銀って打てるかなっていう感じですかね。これで銀打っといて、で、5九金が、6九取っても王手にならないんで、ここで勝負を仕掛けたいかなって思います。1、はい、2、3、で、まあとりあえず取るのか、取って同金に、もう一回銀打っとく。ちょっと危ない。3、4、まあこれでいきますか。とりあえずちょっと危ないかな。6球取られてどうかっていうのはあるけど、まあ一回ドームが効きますか。一回ドーム取れるでしょ。取って、まあでも銀渡しちゃうのもちょっと危ないですもんね。5、6、まあいいか、一回ちょっと行くとこまで行ってからやりますか。1、これで角打って、で、まあ、斜めに上がってくると思うんですよ。そこでさすがに放置はこれ詰めろになってるんでまずいんで、一回取るんですけど、1、これ取る手がどうなん、どうなんだ、取る手が。これで一応、腹、欠金から飛車なって微妙、足んないか、足んないですかね、ちょっとね。1、でこっちが詰んだらもうしょうがない、詰んだら詰んだでもうどうでもいいやという感じなんですけど。詰みそうだなこれな。5、うん、そうですね、時に来てから詰みそうですね。これで強打ってくんでしょ。5五強とか打たれてちょっと詰みそうな感じ、気配がプンプンしますね。まあ詰まなかったらラッキーってことで、一回斜め引いといて、落ちて、で、金、銀。あ、頭に銀打ってくるのか。頭に銀打ってみですね。頭じゃなかった。頭じゃないなら、頭じゃないなら、なんとかならないか。なんとか なりそうにないな。ちょっときついですね、やっぱこれね。まあ、一応、ね、できるところまで、これは取るしかないか。で、これで、銀ひっくり返ってくるのかな。うん、6、7にひっくり返ってきて、いやもう本当、もう本当にね、将棋勝てなくなってしまった。全く勝てる気が最近しないんですけど、どうしたらいいですかね。もうやめた方がいいかな、将棋。まあこれは取るしかない。銀引いて、銀打って、角打って。6。まあ取るか。取りますか。とりあえずね。取っといて、で角打ちなんてあるのか。角打ちは合駒すると腹切れ詰みなんて低いってですね。でここでどうしてくるか、これ詰むのかな。今ね、絶対詰んでたはずなんですけど、なんか詰まなくなってきてるような気がしないでもない、しないでもない。うーん、どうですかね。まあ頭で金打つしかないでしょう。で同桂で同角成り、同銀成りは、角の下に8九に王様落ちといて、どうなるかって感じですかね。これ詰まなくなってますね。絶対詰んだと思うんだけどな。1、2、まあ、ここに落ちといて、4、まあ、6球に落ちてもよかったかもしれないですけど、で向こうは絶対詰めろなんで、まあ、どうやっても詰みなはずなので、ここで相手がどうやって指してくるかなんですけど、1、こんな感じか。まあ、これは絶対詰みでしょう。4、5、これは詰みでしょう。また人に銀打っといて、で、まあ、上がってくるしかなくて角ぶった切って、で下ひっくり返って、多分詰みですね。1、で、あとは下でも下ろしといて、こんな感じで下でも下ろしといて、これで詰みそうですかね。まあ、4号桂が一番難しい感じになるとは思うんですけど、角か、角もちょっと、なるほどね。角は読んでなかったな。まあ、まあ、まあ、とりあえず。6。まあ、とりあえず。8、9。とりあえず、危ない危ない、ちょっと待って、今、俺4四銀って打とうとしたよね。ちょっと待って、一回数できますね。あれ、なんで、え、今、王手だった、もしかして。王手だった。王手じゃん。王手だったんだ。はい、ってな感じでね、もう本当にダメなんですよ。うん、本当ね、全然見えてなくて、だったらどうしたですね。どうしたで合駒してもらって、どうしたってやって、であとは追い詰めって感じでしたね。いや、ダメだな。なんかずっと4四銀、まあ、この前、6六銀ですね、どうとしてて。うん、ちょっとね、ちょっとしばらく将棋やめようかな、本当に。多分昨日の動画でもあったと思うんですけど、ダメだ。うん、とりあえず、ダメでした。はい。というわけで、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。はい。まあ、一応念のために、どうやって詰むのかっていう詰み筋ですね。まあ、これ打って、これ4二銀って打てば、多分詰むと思うんですよ。4二銀から、4二銀同玉、6四角、3二玉に、4一銀って打って3一角成りぐらいな感じで詰むと思います。っていうのと、あとこっちの局面ですね。こっち、こっち、こっち、
こっちの詰め合わせ方としては飛車打っても角合いしてきたんですけど、これは一回同飛車取ってしまって、同飛車で合駒して、まあいいか、使うか、めんどくせえからですから、はい、これほら、ね、990これ詰みなんですよ、うん、はい、ま、みたいな感じでですね、まあ、あとはもう、まあ、銀って打てば詰みですねってな感じでした。というわけでここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それではね、また明日、将棋動画かな、どうかなちょっとね、ちょっと一回ウォーズ離れてクエストとかやってみようかなって思ってます。ちょっとあの勝てなさすぎてるんで、ちょっと一回離れたいなって思います。ということで、はい、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。バイバイ。